群馬大学工学部同窓記念会館。新山平四郎設計。1915年竣工。1972年現在地に移設気流高等工業学校は、1915年創立の気流高等専職学校が改称した旧制専門学校。略称は気流高校。英語名称は気流テクニカルカレッジ。明治政府は、 キートから、付加価値を高めた織物生産へ転換するために、全国6都市、東北帝国大学、名古屋帝国大学理工学部、大阪帝国大学、九州帝国大学工学部、台北帝国大学、京城帝国大学、東京工業大学、旅順工科大学、東京文理科大学、広島文理科大学の進学では、高等学校と同等の学力と認定された。 二代目校長である西田博太郎は異例といえる27年間という長きにわたり奉職し学生と進職を共にした。このため、管理図校でありながら西田塾の異名で知られ、学生に対し英国流の紳士の素養を求めた。また、技術者は管理、経営的な感覚を持つべきであるとして、専門とする染色科学関係のほかに、工場管理学や工場経営法など、 経営工学に関する講義も言った。第二次世界大戦中の1944年、気流工業専門学校と改称された。理科系である高校生は学徒出陣が猶予されていたが、武器、弾薬の設計、製造、修理を担当する技術者の養成を目的とした造幣化が設置され、また中島飛行機のお膝元でもあったため同窓の、 戦没者は429名を数えた。またこの時期には、横須賀から海軍航空技術省材料部が疎開していた。戦後の学生改革による新生大学への移行に伴い、1949年、群馬師範学校、群馬青年師範学校、前橋医科大学、前橋医学専門学校とともに、 新生群馬大学に包括されて、同大学の工学部の母体となり、1951年に廃止された。気流折物学校跡の日群馬、大学工学部主営書。1915年春高群馬大学の人物一覧を参照のこと。創設時に群馬県から寄付された気流支天人町のコーチを廃止まで使用した。同コーチは、 後新の群馬大学理工学部に引き継がれている。1915年春工の旧世紀流行と染色学校行動と本館の一部は1970年高地中央から正門脇に移設された。1998年国登録有形文化財に指定された。ありがとうございます。